北海道からこんにちは、ポミーヒルフィガーです。ホライゾンゼロドーン続きやっていきたいと思います。ということで眩しいですね、前回はオーリンをね、追いまして、採掘場だっけ、あそこでオーリンとね、はい、出会ったんですけど、コラプターにボコボコにされ、なんとかね、瀕死の状態で生き残って、はい、おりますということで。あの直後なんですけどね、このデータは。まずね、アイテムが本当ね、回復アイテムがないので、まあ、これはあるか。これ以外もうないんですよね。ちょっときついんですけど、まあ、多分ね、みんなお気づきの点があると思うんですけれども、このままね、メインシナリオを突き進んでいくとね、間違いなく次の戦いではね、勝てません。先が思いやられるんですけど、まあ、とりあえずね、負けてもいいんで、進めるところまで進めていきたいかなと思っております。あ、で、前回、言ってましたけども、スキル割り振ってなかったんで、これ振ろうかなとも思ったんですけど、次のね、戦いに、まあ、必要な部分が、多分何かしらね、ヒントを得てから振った方がいいかなと思って、進めなくなってちょっと必要になったところを解放していこうかなと思っておりますんで、まだちょっと様子見で、まだ振らないで取っておきましょう。ってことで、クエストなんですけれども、メインシナリオのこれ、創造主の楽日っていう遺跡があるようなのって、ここに向かっていきたいと思います。なんとね、マップがね、見て、左上も左上。ついにね、こんな端っこまで来ちゃうんですよ。ここまで行くっていう。はい。楽しみですね。マップのほぼ横断したかなって感じの場所になってますんで。ここまで行けばなんとなくのね、世界の広さがわかるんじゃないかなと思います。結構道中長いんですけども、強い敵いそうだな。なるべく会わないように祈りながら行きたいと思います。なんか建物あるね。なんだろうあれ。灯台みたいな感じ？違うな。なんだろう。エレンド。何？エレンド。エレンド。何？エレンドって何？何これ。なんか音がやばいんですけど。どこ？何が起きてるの？なんかダメージ受けた敵いるんだよな。あー、これか。なんかね、今行こうと思ってたメインクエストじゃなくて、もう一個の方のメインクエストのイベントみたいなんですよね。で、エレンドってやつが今ちょっとどっかにいるみたいなので、敵を全部倒さなきゃいけないみたいなんで、どうしようかな。無視してもいいんだけど。でもここで倒しちゃうと、この話がなんか進むじゃないですか。で、それを置いといてまた創造主の楽日に戻ったりとかすると忘れちゃうと思うんで、申し訳ね、エレンドさん、無視しますね。ごめんね、ちょっと逃げるわ。さよなら。また後で来るから。後で戻ったら死んでるとかないよね。ごめん、なかったことにしてください。あれ？なんか、勝手に終わった。エレンド一人で倒しちゃったってことか。あららららら、ごめん。何の助けもしなかったわ。ってことで、一応会話すればいい感じになってるんですけど、これ後で戻ってやりますね。はい。創造主の楽日だな。オーリンは古代の装置で私に似た女性を見つけたと言ってた。私の母親なら、なんでその痕跡がこんな場所にあるんだ。そうだよね。もしお母さんだとしたら相当場所離れてるよな。彼女の名はエリザベト・ソベック。誰？お前、またフォーカスで偵察か。怖っ。誰なんだろう。何を知ってる？このまま進めばもうじき分かるはずだ。マジで？私が知らないこともあるかもな。だが用心しろ。創造主の落日には行くいくつか遺跡の外に
役に立ちそうな装備を置いておいた。マジでやった。場所はフォーカスで探すといい。役に立つ装備だって。やった、先に来て正解だったかもしれない。一体あいつは何者なんだ。強い装備かな。エリザベト・ソベックと言ったが、おかしな名前。エリザベト・ソベック、すぐ人の名前忘れちゃうかな。エリザベス・ソドックね。ソドック、ソドックさんね。いやー、本当遠くに来たもんだな。うっ、山賊の野営地だって。何ここ、すごい煙。ちょっと、ああ、雨が、オゾン層破壊しないでいただきたいね。ちょっとやめて、あんまりそういう大オキシン的なやつは出さないでいただきたいんだけど。何これ、ここ通んなきゃいけないってこと。うわー、これか、横を通ってく感じ。マジか。っていうことは敵いそうだな。まあ、いるな。いるいるいる。ああ。しゃあね、行くしかねえな。いや、でもさ、これ、結構さ、右側の方にあるから、この通路通っていけば、やらずで行けるんじゃないかな。多分。あ、いるいるいる。いたわ、ごめん。やらずに行けるとか嘘だわ。ガチですぐ近くにいたわ。見られた。やるか。やばいやばいやばい。いや、めっちゃいるやん。ああ、バレちゃったな。とりあえず。抜かるな。とりあえずやり過ごしたい。怖え。私にも教えな。これでバレないの。でもさ、装備がすごいんだけど、こいつら。くれた。ここでバカ。いやー、ちょっと。ちょっと逃げる逃げる逃げる逃げろ逃げろ、一回逃げろ、二回逃げろ、一回逃げる。一回逃げるけど、いや、むしろ逃げるっていうか、もう突っ走ろう、突っ走る、突っ走る、突っ切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 るぞ、突っ切るぞ。いけ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 、よし、よし、これで大丈夫じゃないか。危ねえ。危なかったな。もうやる？でもな、体力がないんだよな。やるしかないな。よし、こっち来いよ。なんかいるのか。見つけたぞ。うおー、すげえ、まとめて撃ってくるや。他にやることないのか。本当だな。来た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 よ。もうこうやって一匹ずつやっていくのが一番いいんだよな。よし。いや、誰か呼んでこい。やばそうだ。口笛で呼ぶこの技が一番いいな。誰かいるのか。いますよ。おいでおいで。あ、ちょっと待って、そっか、強いやつなんだこいつ。頑張れ頑張れ。強っ、勝った、勝った、カッチカチ。よし、オッケー。よっ、リーダー格だったのかこいつ。見えてないはず。そうか、ドクロマークついてるやつは強いんだ。じゃあ
よし、来た。こいつはリーダー格じゃないな。大丈夫。OK。あと一体何匹いるんだ？多いな。見られた。勝った。よし。来るか来るか来るか。来ないな。オッケーオッケー。よし、この裏から裏から入れそうだな。逃げられてなくてよかった。いるねー。こいつが一番強そうだな。こいつ倒しちゃえば勝ちじゃねえか、ある意味。姿を見せろ、イクジナジが。よし、もう行くしかない。逃げてみろ。強い強い。よしまだバレてはいない。騒がしいけどバレてはいない。よし、じゃあ上からこのまま下に下りながら一匹ずつ倒していきましょう。ここまで来たらもうゴリ押しで。うわあ、二人来たな。いたよ。よっ、よし、オッケー。なんだこれ、ファイヤースピリッター。私の番。あ、来た。やったやったぜ。ガトリングガンじゃんこれ。なにこれ、すごい。ガトリングガンじゃない、また別のやつだ。すげえこれ。警報が見える。警報鳴らされないといいけど。警報は壊したい。すげえこれ。弾切れ弾切れ。まだこれからだよ。すごいな。よし、でこれが警報ね。壊しましたと。これで信号はもう遅れない。探すんだ、ウォッチャーみたいにね。もうそんなにいないと思うんだよな、敵。そうか、人質いるのかな。どこだ人質、どこだ。解放したいな。オッケー。人質、人質どこですか。やっと明るくなったね。人質探したい。あ、これだ。いたいたいた。捕虜。大丈夫、出してあげる。よし、出してやる。こっちも解放してからの。よし、じゃあ残り倒しに行くか。どこだ。あ、いた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 。オッケー。あとあっちかな。よっ。よし、オッケー。やりました。結構大変だったな。よかったー。これでここは安全になったね。人が住んでるよ、もう。あ、商人いる、商人。助かる。とりあえずアイテム整理したいね。よーし、じゃあここも探索完了したんで次行きましょうかね。集めておこう。よし、じゃあ行きましょうか。北のね、端の方まで進んでいきましょう。
もう結構近いよね、多分。なんかさ、2つあるな、ポイントが。あー、なるほどね。途中で装備を回収する場所があるっていうことで。はい、その先にね、遺跡があるんですね。じゃあまずこの装備回収する場所まで進めていきましょう。あれ、なんか急になんか白くなったな。寒いのか。あれ、誰だ？ショーニー。こんなところにショーニーいるよ。こんな外れにいる商人だからさぞかし強いものが、うん、変わんないね。あれ、さぞかしいいもの持ってるかと思ったけど、そんなに変わんないかなって感じですね。うん、うわー、天気悪いな。チャージャーいる。チャージャーがいるな。どうしよっかな、見つかっちゃうな。もうこの辺だよね。この辺だと思うんだけど。どこだ？あっちか。あ、この辺。この辺です。焚き火を発見。で、装備品がどっかにあるんだけど。あ、これかな。本当にあったな。あった。はいはい、ロープキャスターいらねえ。あ、でもこの改造アイテムいいね。悪くない装備だ。オッケー、ありがたく使うか。ありがとう。なぜこんなこと。そうだよね、見つけてほしいからだ。びっくりした。良い狩りを。ではまたな。誰だ、待て。誰なんだよ。じゃあ落日行こうか。こっちかな。もうすごいな、雪が。いや、なんかやばいやつ出てきそうな気するな、こんな雪の中で。やだな、でかいの出てきてほしくないんだけどな。でかいのが出そうな予感。ここなん、うわ、いる、敵、ここ敵いるじゃん、いるじゃん、敵。逃げろ。わ、気のせいです。全部気のせいです。何でもないんです。うわー、バレそう。大丈夫ってことでお願いします。よーし、危ねえ、消えたマーク。よし、まさかいると思わなかった。機械だけだと思ってました。なんだこれ。実際はここに向かえばいいんだよね。ってことはこの建物をなんかこう入り組んでるけど、この道沿いに進んでいけばここに行けるって感じかな。うわー、敵いるのか、やだな。ちょっとずつ、じゃあバレないように進んでいきましょうか。ウォッチャーの間が尽きた。見張り役か。エクリプスと間が尽きたちが協力してる。仲良しこよしか。やだ。よし、オッケー。あ、いるね。後ろから来てもやだしな。あいつも倒しとこうか。誰かいる。悪魔を蘇らせなくては。よし、じゃあこっち側のやつらを倒したいけど、どこにいるんだ。よし、 OK。あとはいるね、ここに。ウォッチャー、あ、奥にいる。やばい、バレる。うわー、いる、コラプターいるわ。まずいな。よし、オッケー。
よし、なんとか反対側に滑り込みましたよ。じゃあこっから狙えるやつらをちょっとずつ倒していくか。まずウォッチャー邪魔なんだよな。オッケー、じゃあ次あいつ人間をやります。よし、オッケー。はい、オッケー。あともう一匹いなかったっけ、ウォッチャーとか。よし、あ、いた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 。はい、オッケー。はい、オッケー。死んだばかりですね。そうですね。いや、一人しかいないんで、もう気をつけてとか誰と会話してるんですかって感じで。はい、オッケー。これで倒したかな、コラプタ以外。多分倒したよね。あ、まだいるな、奥に。あれはちょっと遠いから近づいていくか。あ、まだウォッチャーいる。ウォッチャーいるんか。よし、いた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 。はい、オッケー。よし、これだとコラプターじゃないか。コラプター苦手だからな。足跡確認して、あ、全然動かないな、あいつ。なるほど。じゃあ罠張っとこうか。罠張ってやるか。全然動かないな、あいつな。ってことは、ではワイヤー何本か仕掛けましたんで、ここから攻撃してね、ワイヤーに引っ掛けて、ボコボコにボコボコにしてやりたいと思いますよ。前回ボコボコにされたんでね、今度ボコボコに仕返してやりますよ。されないようにしないと。ちょっと待って、そうだ、飛ぶんだったこいつ。やばい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 、回復がない回復がない回復がないの。やばい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 、思ってた以上にやばい。やばいやばい、本当にやばい。ちょっと一回逃げよう、一回逃げよう。やばいって。一回逃げます。あぶねー、あー死ぬとこだった。あーびっくり。やばいやばいやばい、バレてバレてバレて。やった。うう、とりあえずあの V 破壊したいな。グレネードランチャーってあの武器を壊したい。よし、オッケー。これで V 破壊したよね。
あー、オッケーオッケー。じゃああとは弱点である炎でやっていこうかな。あ、やばい、完全な勝ちパターンじゃないこれ。間違いないって、この場所いいって。全然動かないし、あいつ怒ってるよ。いいね。あれ、まだ生きてる。よっ、やったー、よっしゃ。いやー、ほんと怖いわコラプターは。いやー、よかった。なんであんな感じになっちゃったんだろう。爆発だ。何、何の急に、なんだろう、コラプターここにはまってたのかな。ラッキーっちゃラッキーだよな、ずっとここから動かなかったから。よかった倒せて。でここかな、この先だよね。もう回復アイテムがないんだよな。大丈夫かな。めちゃくちゃ天気悪いですよ、全然見えない。よし、この先だよね。ここにコラプターがいた場所なので、この先なんか進める感じじゃない。何これ、あ、いけるか、上に登るのね。敵はいるのかな。もう敵勘弁してほしいな。あ、ちょっと待って、なんかすげえ震える、揺れてる揺れてる。はいはいはい、なぜここに箱があるんだ。あ、なんか重要アイテムっぽいな。ぞ、お、出たマグキャップ。もうちょっとですね、敵だけやめてよ、敵だけ。めっちゃ震えるんだけど大丈夫。また爆発、すっごい揺れる。あ、なんか、なんかいそうねえ、ほら、なんかいそう。うわー、うわー、噂のデスブリンガーってやついる。え、大丈夫これ、やめよ、行くのやめよ、本当にやばいって。ねえ、体力もう回復できないんだからさ、やばいって絶対。うわ、行きたくねえ。降りれば早い。いや、そうだよ、降りれば早いけど降りたくないんだよ。ちょっと上から見たいんです、上から。うわー、見えた見えた見えた、俺だ。うわー、でけえ。そう、横からズルしようと思ったらダメだったわ。ここからは入れないって完全にテロップ出されたから。行くしかないのかなこれ。じゃあ、いや、降りたくないな。降りたとて上から狙えるようなとこ行かないと多分無理なんだよな。じゃあ行ってみますか、行きたくないけど。いやー、体力回復、あ、回復アイテム作れないかな。ほぼ作れなかったね。うわ、でけえ。ユーザーを回せ。でかいとかそういうレベルじゃないわ、戦艦じゃん、もう。本当に戦うのこれ。武器の準備はできた。うわー、マジか。